本日お越しいただいているスペシャルゲストの2名をお呼びしたいと思います、えー、久保塚洋介さん森ひかりさんよろしくお願いいたします、はいえー、久保塚さん森さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はいえー、今日は記念すべき表参道でのオープニングイベントということでとても豪華なお二人来ていただきました本当にありがとうございますあのまずですね今回 ブライトリングは表参道にブティックオープンいたしましたがお二人は表参道はよく来られたりすすするんででかそうですね今、住んでるのが大阪なんで、まあ、そんな頻繁にって感じではないんですけど昔からあのそっち行ったら裏腹なんであのストリートとこうハイブランドがいい具合にミックスしてる街っていう感じで、まあ、来た時は仕事も多いので。 あのー、よくいますけど、まあホーム的な一番馴染みのある場所でもありますね。はい。いいですね。じゃあもう今後は裏腹行って演じをした後はブライトリングの方も来ていただくってことで。そうですね。いいですね。ありがとうございます。ビューン。私は最近はこうテフテフっていうあのプロジェクトを始めて日本の。 調和の形日本の循環の形をこう光を当ててあの発信するっていうだから窪塚さんの,あの活動もこうたまにチェック <laughs> してるんですけどなんかすごいそういった部分ではこう思い描いてるあの形だったり志がちょっと近いのかなって勝手ながら思わせてなんか今日こうやってご一緒にあのできたのは嬉しく思います。 素晴らししいいウ,ィン,クウィンクの渡し合いでしたね <laughs> ありがとうございます何か時計を外して楽しむ楽しもうみたいな言葉ってあるけどなんか時計をしてなおというか、まあ、時計をしていてこそその時間のなんか価値を高めてあの進んでいけるような踏みしめてかみしめていけるような,なんかそういう活動してる人たちと共にこうつけられたらなと思います。 いいですねその時計を見せてそのお話に持っていけたら本当に素敵ですねそれでもっとみんながこうしていくっていうことはとても素敵だと思いますありがとうございますそして森さんは <laughs> ありがとうございます <laughs>